北口小机駅は神奈川県横浜市港北区小机町にある東日本旅客鉄道横浜線の駅である。横浜国際総合競技場の最寄り駅である。駅番号は JH17。東神奈川駅発着系統と横浜駅経由で根岸線に直通する列車が停車する。当駅周辺地区は横浜市における都心の一つである。 新横浜都心に指定されている。開業当初、当駅の周辺には、田畑が広がるのみで、人家はわずか2.3個しかなかったという。しかしながら、大正時代の末期にようやく当駅付近の開発が始まり、やがて当駅の周辺に家々が立ち並ぶようになった。これによりそれまでは、小机城の麓堀先にあった小机の中心部も、当駅の近くに移ってきた。 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅。ホームの上空から南口にかけて、京上駅舎が設けられている。かつては、木造平屋建ての駅舎を使用していた。これは1923年9月1日の関東大震災で倒壊した駅舎の代わりとして1925年2月19日に建てられたもので、一番線のある。 短式ホームの脇、南口にあたる場所にも設けられていた。当時短式ホームから、島式ホームへは、ホームの東神奈川方にある一本の古線橋で結ばれていた。また、駅の北から東駅の構内に行くには、駅から離れた踏切を渡らねばならなかった。古線橋にエスカレーターなどはなく、階段のみであったが、駅の南側と短式ホームの間には、段差がなかった。 1998年10月から、京城駅舎の使用が開始されたため、この木造駅舎は撤去された。また、古戦橋も現存しない。横浜国際総合競技場会場当時は、木造駅舎に驚いた人も多かった。南側から見ると、南口、1番線、2番、3番線、北口の順に並んでおり、北口は、駅舎から古戦橋が伸びている構造である。 かつては貨物列車の取扱駅だったこともあり、現在でも貨物側線などが現役のまま残されている。三番線と北口の間に存在する側線と、引き上線は営業運転に使用される電車の留置などに使用する、ほか、母屋川八王子寄りに残る旧貨物ホーム付近は、保線車両の留置に使われることがある。直営駅であり、管理駅として、 新横浜駅を管理している。JR の特定特市内制度における横浜市内の駅である。南口側を一番線として以下の通りである。なお、上り列車は昼間時は桜木町駅までの運転である。二番線は上りの東神奈川方面で案内されているが八王子方面への発車も可能である。実際のダイヤでは、 下り八王子方面の始発が運行され、案内されている上りは臨時のみで通常ダイヤでは使用されていない。臨時列車は横浜国際総合競技場でのフィファ主催サッカー、国際試合やコンサートといった大祭事等に東神奈川方面の始発として使用されるぐらいである。この多通貨町などの対比線としても使用できるが、現在は使用されておらず、回送の引き上線。 電流線への出入庫に使用するほか、時折団体列車の時間調整などに使用される。2019年度の1日平均乗車人員は1345人で、ある。横浜線内では、片倉駅に次いで2番目に少ない。近年の推移は、下記の通り。小机城市民の森駅の西側にある、城山トンネルの上に、この辺りを収めていた小机城の跡があり。 小机城市民の森として整備されている。横浜国際総合競技場へ続く北口は住宅街であり、商業施設は皆無である。南口の横浜上朝尾道路には昔ながらの商店街とコンビニエンスストアが存在する。飲食施設は少ない。1.2番乗り場は横浜上朝尾線上に、B 乗り場は駅前ロータリー内にあり。 以下の路線バスが運行されている。なお、横浜市営バス、東急バス、相鉄バスすべてで公式サイト上の乗り場番号が異なっているが、ここでは横浜市営バスに合わせる。歴史の項に記述された通り、1968年の新横浜駅当駅間の伏線化により、当駅を境に単線区間と伏線区間に分かれ、 運転可能な列車の本数が異なっていたことから、当駅東神奈川駅、根岸線間のみ、運転の区間列車が多数設定されていた。10年後の当駅中山間複線化により、当駅発着列車は大きく減少し、分割免営化までに当駅泊まりの定期列車はなくなったものの、その名残で横浜線及び京浜東北線で走行した103系、205系、 2 0 9 k e 2 3 3系電車の行き先方向幕には、小机及び快速小机が登録されている。隣の鴨井駅との間の距離は約 3.1km で、1997年4月に八王子南屋駅が開業してからは、横浜線の中で最も長い区間となった。注釈出店報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。